はい、皆さんこんにちは。今日はですね、僕が案外得意な WA プロダクションのシリーズの中のインスタコードというのがバージョン2というのが発売になりました。今までのバージョン1は MIDI のドラッグ&ドロップなどができないので、僕としてはあまり注目していませんでした。それよりもインスタコンポーザーのいいところであるメロディーを作ったり、リフを作ったり、そしてコードバッキング、それらがボタン一つで全部できるということで、僕もたくさんの解説動画を出しました。ということで、今回はですね、このインスタコンポーザー2というのも、メーカーさんの協力も得まして、ソフトを提供していただきましたので、これの良いところ、そして残念なところ、そこらも全部お話ししていきたいと思いますが、今日はですね、全体をここはどう使う、これはどうする、これはどんな機能だということはもう少し後からにしまして、インスタコンポーザーを持っている方もたくさんいてたり、スケーラー2でコード指南をしてもらっている人もたくさんいる中で、これのいいところ、それに的を絞って今日はお話しします。そのいいところというのはですね、バッキングパターンを簡単に作れることです。概略的にお話ししますと、キーボードのある領域をこのように今押しています。見えますでしょうか？ドの音を押しています。レの音、ミの音というふうになっていまして、この画面の左の領域はコードを示します。コードが指一本で変化できるわけですね。はい、このように左手でコードを押さえながら、そして右手でフレーズを弾くということができるわけですね。今ドの音だけ弾きますね。フレーズの方のドの音です。はい、このパターンができるわけですね。例えば今度はレのところを弾くと、このようにパターンが変わるわけです。そこでです、インスタコンポーザーとよく似た人工知能でのフレーズ制作ができます。今、例の音をこう押してますね。この時点で、この AI ジェネレーターという AIGEN と書いてますが、これを押すと、このようにどん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 同じものが基本的には出ることなく、このようにバッキングを作れます。ですから、はい、また変えます。はい、こんなのもやってみましょう。はい。良さげなのが出てくるまで押します。じゃあ3つ目、ミの音、この音、これ今はこんな単音だけですね。これをまたここで AI ジェネレーターを押します。はい、このようになりましたから、今でドレミにこのパターンが3つできたわけですね。はい、このようにいくらでもフレーズのジェネレーターというのが AI の力でできているわけです。これをですね、ドラッグできるようになりました。本来はコードと組み合わせてインスタコードというのは使えばいいんですが、今日のお話はこのパターンジェネレーターというのにですね、特化してお話をします。もちろん次の回ではですね、これ編集ができるんですね。これをちょっと短くとか、こういう編集ができるわけです。またここのところは深掘りをしていきますが、このようにできましたら、ここでドラッグをすればいいわけです。そしてパターンはこうですけど、
今 C のコードを押していましたので C のコードでこのドラッグができるようになります。ちょっとミディを見てみましょう。 C で E で G で C、 いわゆる C メジャーのコードがこのようになっているわけですね。そうしましたらこれを複製しますと同じような C が複製できたんですが、スタジオ1ではですね、このコードですね、上の4つのコードに追従するようにここでコードに従うというのがあります。パラレルとしましたら単純に平行移動します。 C の場合はドから始まり、 Am の場合はラから始まり、 F の場合はファから始まり、 G7 の場合はソから始まりというふうになるんですけれども、通常ピアニストの人が弾くときはあまりあっちこっちですね、高低差があるよりもナローということで、いわゆる展開コードというので弾きます。そうしましたらこのようにミディがほぼ同じ高さのところに揃うわけですね。バッキングとして安定するというのもありますから、ナローは案外使いどころが多いです。それではこれで音を鳴らしてみます。はい、このように上のコード C、Am、F、G7 に合わせてバッキングができたわけです。もちろんここでフレーズを考えるためにアドリブなんかで弾いてテストをするということができます。ちょっとやってみましょう。この時はもうこちらの機能はない方がいいですので、ここから入力だけ。はい、このようにモニタリングはしておきます。これをループさせながらアドリブの練習をしたりします。このようにですね、拙い演奏でお恥ずかしいでしたが、まあ、こんなようにしてメロディーを追加したりしていくということにも使える、もうバッキングがとっても楽に作れるということですね。今日はこのインスタコード2の解説の中でコードバッキングのフレーズをとっても簡単に AI が作ってくれる、まずは今日1回目の解説としまして、このことをご説明しました。また次の機会はですね、コードの方の AI の使い方とかですね、全体のところに進んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。